ルートビヒドイッチュはオーストリアの画家であるパリで活動し何度かエジプトを旅しオリエンタリズムの画家として活動した1919年にフランスの国籍を取得しルイスドイッチュと名乗ったウィーンで生まれたユダヤ系の名家の生まれで父親は王室と取引する金融業者であった1875年から1877年の アイダウィーン美術アカデミーでアンゼルム・フォイエルバッハに学んだ。1877年にファイエルバッハが教師を退任した後はオーストリアのオリエンタリズム美術を代表する画家のレオポルト・カール・ミューラーの指導を受けた。1878年にパリに移り歴史画家のジャンポール・ローランスにも学んだ。パリではルペルティエ通りにスタジオを開きハンガリー出身のアルトゥール・フェラリスや ルドルフ・エルンストといったオリエンタリズムの絵画を描く画家たちと知り合った。1881年にはオリエンタリズムのスタイルの作品を発表しているが、ドイッチュが初め中東を旅したのは1885年頃で、1890年代に何度かエジプトを訪れ、スケッチを残し、写真を撮り、現地の衣装や道具を集めることによって、19世紀末の 中東の人々の姿を細部にこだわって描いた。1900年のパリ万国博覧会の美術展に出展賞を受賞した。第一次世界大戦中はパリを退去しなければならなかったが、短い間来たアフリカを旅した記録があるが、詳細は知られていない。戦争が終わった後の1919 19年にフランス国籍を取得し、 フランス風の名前ルイスドイチを署名するようになった。パリで亡くなった。ありがとうございます。